今月のキャラ弁は十五夜のお月見キャラ弁です。こんにちは、大島愛子です。今月のキャラ弁はですね、十五夜のお月見キャラ弁です。中秋の名月って言われるぐらいね、月が本当に綺麗に見える十五夜、そんな月を見ていたらこんな言葉が聞こえてきました。僕は話しかけられるだけの友達だ。みんなが僕に話しかけてくるときは決まって夜なんだ。本当はいつもそばにいるのに、真っ暗になった時だけ僕は見えるらしい。僕に話しかける言葉はほとんどがお願い事。だから僕は満月の夜、みんなにチャンスをあげるんだ。信じていればその夢はもうすぐ叶うよって、月の光に乗せて。そうですよね。本当は昼間も月はあるんだけれど、私たちがその夜空を見るときって晴れていて綺麗に見えたときだけだよね。月っていう名前の由来って、月があるとかついているという言葉から来たそうです。そしてもともと月はつくと呼んでいたそうです。もともとはつくという意味だったそうなんですよね。月には神様がついている、そういう考え方から来たそうです。今日も東海薬局のもずみさんに、この十五夜についてですね、いろいろアドバイスをいただきました。お月見は満月を楽しむだけではなく、月に見立てたものや、お供えをする習慣があります。そしてお月見といえば、お月見団子ですよね。地方によっては月見団子の特色があるようですが、一般的な月見団子といえば白玉のイメージがあります。でも、白玉を食べるだけでは脳がないのでね、いろいろアレンジした月見団子を教えてくださいました。最高ですね。まあ、ビタミンの補給にはイチジクがいいということで、イチジク団子どうでしょうか。イチジクのジャムを団子にね、つけたり練り込んだり、そして体を温める効能として栗団子、かぼちゃ団子はいかがですかとアドバイスをいただきました。で、余談ですが、僕が自律神経を整えるために行っているのがサウナ活動だそうです。
サウナ、水風呂、外気浴を繰り返すことで交感神経と副交感神経の両方を活発させて、とてもリラックスするそうです。もずみさん曰く、夏バテではなく秋バテという言葉があるので注意しておいてくださいね、ということでした。あまり聞き慣れないと思いますが、症状的には夏バテと似ており、食欲不振、倦怠感、めまい、頭痛などの